ちょっと面白そうなぞこれは。彼女の住むログハウスは随分古い。彼女がまだ小さかった頃、家族と一緒に引っ越してきた。でもその前から、きっとずっと前からこの家はここに建っている。ずっと丁寧に使われてきたおかげだろう。古いけれどボロくはない。手入れが行き届いていて、年季の入った艶やかさがある。彼女はこの家のそういうところが好きだった。年を取ったらこの家みたいなおばあちゃんになりたいと思う。ほう。この家が好きな理由はいくらでも説明できる。木のきしむ音が昔は怖かったけれど、今はそれさえ愛おしい。でも今、窓の外を真っ白に染めている霧にどうしてこんなにも心惹かれるのかというのは彼女にもよくわからない。霧のことは好きだけれど、霧のことが好きな自分は好きになれない。どうかしていると思う。霧の中で奇妙なものを見て、毎朝気がおかしくなりそうなのに、霧が出るといつも出かけてしまう。霧の中出ていくのを家族に見つかって怒られたことだって数えきれないほどある。自分だってそうしたくてしているわけではないのだと思う。それでもやめられない自分が本当に嫌になる。彼女はため息を吐いて、それでも今朝も外に出る。ああ、なるほど。道を横切る猫を見つけた。ピンと立った尻尾が可愛らしい。ああ、なるほど。泣き真似をする。明滅する蛍光色のネオン。いつの間にかあたりは真っ暗闇で、霧も相まってますます行く先が見えない。この明かりだけが頼りだ。なるほど。ちょっと探索してみようか。彼女は古い城下町を見つけた。古風なみなりの人々の姿も見える。一体どうしてこんなところに町があるのだろう。狂気が増えすぎるのまずいか。町をぶらつく、避けて通る。でもここまで来たらぶらつきたいよな。懐かしいゲーム機を見つけた。携帯ゲーム機、使用すると選択のたび 50% の確率で狂気をマイナス1する。え？これはでも、じゃあ拾う。霧の中を歩いているとアイテムを拾うことがあります。拾ったアイテムはアイテム名をクリックすることで使用できます。なるほど。アイテムは3つまで同時に所持することができます。4つ目のアイテムを拾った場合、どれか1つを捨てることになります。わかりました。これで狂気がマイナス1できたりするのか。なるほど。じゃあ一回使ってみようか。一回使います。使う。これを選んだ時にってことか。なるほどなるほど。家屋があるのが見える。主人はいない。四季折々の花が統一感なく、しかし生き生きと水滴を携えて座っている。さっきもあったね。写真を撮る。お、彼女の足の向く先に高い崖が立ちはだかる。これはどっちなんだ。あ、でも登るって言ってることは下なのか。登るか別の道を探すか。あー、なるほど。別の道を探しますか。いろんなスパイスが並んでいる。嗅いでいるだけで体がポカポカしてくる。香辛料、使用すると洗濯のたび 50% の確率で眠気をマイナス1する。まあまあ、とりあえず拾っとくか、こういうのは。また崖だ。別の道探すか。木と木の間にハンモックがかけられていた。あー、まあじゃあこれは、寝ます？寝ますか。寝ます。森の奥で大きな何かが動いて見えた。耳を澄ましてみても何も聞こえない。あー、見なかったことにしよう。メモリーカードを拾った。スマホに差し込めば中身を見れるかもしれない。うわー、でもどうせ狂気になら時間が進む方がいいのかな。使ってみよう。あー、で1個減ったね。陸上競技のトラックを見つけた。久しぶりに少し走ってみてもいい。じゃあこれは8時、まあ結局どっちにしろ8時にはなるのか。じゃあまあ寝転ぶ。なあ君、霧の中で声を聞いた。怖っ。なんかおっさんが出てきた。彼女が振り返ると、往年の男性が困り顔で突っ立っていた。彼はそう言ったきり、彼女が振り向いたことが信じられないみたいに呆然としていた。はあ。彼女も彼女で、霧の中で声をかけられたのは初めてだった。今までにこんなことはなかった。驚いてどんな風に話せばいいのかわからなかった。このお互いの姿以外に何も見えないくらいの霧の中で、一体何を言えばいいのだろう。どこかで会ったことあります？なんとなく口から出たのはそんな言葉だった。彼は大げさなくらい首を振った。いや、ないはずだ。もうなんかちょっと意味深ですね。ないはずなんだが。彼はうつむきがちに右手の甲で自分の額を撫でた。なんと言ったらいいか思い出せないんだ。何も。彼は困って他にどうしようもなくて微笑んだ。その情けない顔を見て、でもどうしてか彼女は笑ってしまった。不思議なことだけれど、初めて会ったような気がしなかった。なるほど。意味深なおっさんが出てきたけど、なんかあれみたい。なんだっけ、スズメのさ、
スズメのオープニングみたい。この辺りに扉はあるってやつ。